はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はブラック企業についてお話をしていきたいと思います。ブラック企業ね、実は意外と人を長く働かせるのにうまい方法を使ってるっていう、こう恐ろしい話なんですよね。で、ブラック企業って人をつなぎ止める天才がいるんじゃないかっていう話なんですけど、なぜ辞めることができないんでしょうっていうお話から入っていきたいと思いますね。はい。で、例えばブラック企業の典型といえば、給与が少ないとか人手が足りないとか休みが少ないっていう、内々尽くしっていうのがブラック企業の典型だったりすると思うんですよね。で、にもかかわらず、こう長年働き続けている人がいるのは一体なんでだっていう話だっていうところに踏み込んでいくと、どうせ社長とか管理職が暴力振るってるんでしょとか、お前辞める機会を脅してんでしょっていうと、実はそういうわけじゃないんですよね。今回はとあるブラック企業に勤めていた方の体験談をもとに、人と人を鎖でつなぐ上手さ、うまさについてのお話を紹介していこうと思います。で、とある営業課長のお話なんですけれども、ほい、ブラック企業に勤めていた頃のお話ですね。で、この企業に、40歳を過ぎて中年男性っていうのが中途入社することになったそうなんですよ。で、会社っていうのは平均年齢が25歳ほど、かなり若いですよね、平均年齢25。で、10代の社員もいると。で、一回りも二回りも年齢が上の社員が入ってきたことで、戸惑うですよね。それはね、年上の部下ができるみたいな話ですから。そしたら、初めこそ気を使って話はかけるものの、やっぱりこう単発の会話でギクシャクして終わってしまうんですよね。で、誰が同じように声をかけたとしても、結果は同じになってしまうと。で、これってなんか世代の壁なのかっていうと、結局はですね、世代の壁化を中心に、新人さんに関しては、若者あふれる社内の中で孤立してしまったと。ね、仲良しごっこを、その方自身というか会社自体がするつもりっていうのは別になかったんですけど、社員同士がやっぱり仲が良くないと離職率っていうのも当然上がってしまいますよね。労働環境のきつさも相まって。で、そこでブラック社長ね、ブラック社長ってどんな社長だよってね、ブラック悟空みたいなね、に相談を持ちかけたんですよ。いや、どうしたらいいですかねって言って。で、相談を持ちかける時点で、この会社はそんなブラックなんじゃないんじゃないかって思ったりするんですけどね。どうブラックだったのかが書いてなかったんで、難しいとこなんですけど。で、どうすればじゃあ新人が会社に馴染むことができるんですかね、相談を持ちかけたら、社長の回答はこんな感じでした。じゃあそいつを明日から工場長って呼ぼうぜって。え、なんで？その人が前職工場作業員だったからっていう、安易な発想から来ているものだそうなんですね。で、次の日の朝、社長がですね、その新人に向かって、おい工場長って呼んだらしいんですよ。そうすると、新人は、なんで工場長って呼ぶか分かったわーって、こう感づいてですね、マジっすか社長みたいな感じで薄く笑ったそうなんですね。そしたら社長が別の社員を呼んで、そりゃお前も前職工場勤務やったやんなみたいな感じで、元工場作業員同士っていうのをつなげて、話を盛り上げたそうなんですよ。で、あだ名のチョイスと社員同士の関係を社長が結んだっていうことなんですね。で、その後、じゃあ、この会社では一体どうなったかっていうと、新人っていうに関しては、こうね、その新人さんの年齢上下に関係なく、工場長っていうあだ名が定着していって、会社としてはその関係性がかなり親しくなっていたと。たったそれだけのことなんですよね。で、社長がこのこと、あだ名をつけること自体を、キャラ付けっていうふうに呼んでるんですけど、これが実は、やばいそうで、ブラック企業でよく使われる手法だっていうことだそうなんですね。はい。で、ブラック企業のブラックな話っていうことなんですけど、求人広告で見かけるね、アットホームな会社ですみたいなことを求人広告でこう歌っているところっていうのは、酒のですね、キャラ付けという手法を使っている可能性っていうのが高いということです。で、会社の業務っていうのはきつくても、確かに人間関係が良かったら、辞めるに辞めにくくなるっていうのはあるんですよね。で、人間関係に隠れて、人間関係がいいから、こうなんか楽しくやれてるっていう風に錯覚してしまって、実は業務自体がものすごく大変で、心身的に削られているっていうことに気づきにくくなって、で、倒れた時ですね、みたいな形で爆発して、初めて自分が追い詰められていたっていうことを知るということなんですよ。だから人間関係がどうかっていうよりも、トータル的なところで見て、自分は今このままで大丈夫なのかっていうことを
常に意識しておかなくちゃいけないということなんですね。であだ名についてなんですけど、最近はですね、小学校でもあだ名禁止っていう校則もなんか出てきているそうなんですよね。これについては大人なので、分別はついてると思うんですよ。なんかクソ野郎とかそういうね、あだ名をつけることっていうのはないと思うんですけど、そのあだ名をつけることによって逆に人を会社に縛り付けるっていう、恐ろしい使い方がされているのであれば、会社でも禁止、なんてことももしかしたらいつかは、でもうなんか監視の社会じゃないですか、今実現されちゃうのかなとは思ったりするんですけどね。ただその禁止されてないにしても、とにかくあだ名とかなんかキャラ付けをする会社っていうのは結構こう危ないと思った方が良さげなので、もし今勤めていらっしゃる会社がですね、あだ名で呼んでるとか、あるいは就活生の皆さんでこう面接に行った時に、こう面接官がこう2人とか3人とか出てきた時に、何々さんとか何々みたいなこうあだ名とかで呼び合っているのを見かけたとしたら、それはちょっと結構危ない会社かもしれないというところですので、一つポイントに、会社選びのポイントとして一つキャラ付けされてないかどうかっていうのを見極めの判断としていただけたらなというふうに思います。ということで、ブラック企業のブラック話でした。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。